You're listening to Shibuya Cross FM. Shibuya Cross FM, めっちゃ焼きラジ。さあ始まりました第11回めっちゃ陽気ラジということで私 MC のですね初めてもらったファンレターに、やめないでくださいと書いてありましたおたるくんですよろしくお願いしますお願いします、ということで本日からねアシスタントの方がいらっしゃってますじゃあ自己紹介お願いしますはい、はい、今回よりアシスタント MC を務めます北海道から来た永遠の14歳、佐藤美美也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。14歳なんですか？はい、永遠の14歳です。14歳もこの時間仕事しちゃダメなんじゃないですか？あれ、おかしいな。おかしいな、ということでね。北海道から来たということで、アイドルグループをやるために来たんですか？そうです。輝き隊に。すごい、一人で。はい、一人で。うわ、なんか怖くなかったですか？そうですね、でも一応もともと姉が東京にいたので、うん、2人暮らしなのでそんなに不安はなかったかな姉は何歳なんですかあちょアラッサーくらいかもしれないだいぶ離れてるんですね、14歳とそうです ねということでですね年齢は14歳ってことは中学生ですかね、今はい、そうです何の偽りもなく、はい、そうですということで、はい、東京は慣れましたいやまだまだ慣れてないですねまだまだ慣れてないね、はい、じゃあこのねラジオとともに成長していってくださいはい、ねはい、ということで、みあちゃんをみあちゃんと呼んでいいんですかはいみあちゃんで大丈夫です、はい、みあちゃんは毎月第2週目の放送のアシスタントを務めてくれますはい、はい、それでは番組の趣旨をお願いしますはい、この番組は、はい、めっちゃ陽気ラジオははいアイドルからグラビアアイドル、歌手まで今注目の女性タレントが多数出演し、うん、癒しの時間をお届けする各週50分間の生放送番組です、はい、ちなみにスタジオの様子はクロス FM 渋谷クロス FM のサイトから映像で見れるので、うん、もしよければそちらをチェックしながら楽しんでくださいはい、よく言えました言えてなかったかもしれない大丈夫、伝わってましたからはい、はい、じゃあちょっとね、もう時間がないので、はい1曲目を、紹介したいと思います、はい、みあちゃんよろしくお願いしますはい、まちさんでドリームですどうぞチェキラーここからはオープニングゲストの皆さんにお越しいただいておりますはい私も所属しているグループめっちゃ輝きたい候補生の皆さんですお願いしますお願いしますはい、ということでじゃあ自己紹介の方お願いいたしますはい、じゃあ改めましてはい北海道から来た永遠の14歳、佐藤美美也ですよろしくお願いします何ですかこれは輝きたいポーズですあ、輝きたいポーズはいなんなんこれどういう意味なんですかキラーンみたいなお星様みたいな感じで怪しい宗教じゃないんですから何ですかこのポーズはピラミッドのお星様キラ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 ですキラキラに見えますかこれ見えます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 キラ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 ってしてます怪しいですねねえ、わかりましたよろしくお願いしますさあ、そして続いてはいカメラどこですかねいやカメラそんな気にしなくていいですよラジオなんですから基本ちょっとわかんないことがおまけ映像がついてるじゃないの別にちょっとわかんないカメラを意識するんじゃないよちょっと見ながらあっちにもあるじゃんあっちにもあるよいいよ自己紹介しろよあすいません、はい、初めましてなのでさせていただきたいと思います一番輝く桜でありたい桜井萌優ですよろしくお願いしますお願いします、はい一番輝く桜でありたい桜ですね、今噛みます桜じゃああれじゃないですかもう4月限定ですねじゃあ4月いや確かにすぐ散っちゃいますねじゃあいやちょっとあらレンガラレンズ咲いてる桜なんで大丈夫大丈夫レンガラレンズ咲いてます咲いてます枯れないんですよ本当ですこれ今考えてませんそれ今慌ててなんか全然本当ですかレンガラレンズ咲いてますわかりました、はい、チェリーってことでえ
チェリー。チェリー。桜は英語でチェリーですから。チェリーって。チェリー。うん、桜もじゃない。桜。あれ？え？チェリーブロッサム。そう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 。あ、なるほど。それも分かってないんですか。まず英語ダメで、英語とか。あ、そうか。はい、そうですそうです。噂には聞いてます。とんでもないバカだっていう。あ、すいません、はじめましてなので、申し訳ございません。間違いないです。噂には聞いてるんですけど、なんか、なんて呼べばいいですか、ニックネームは。じゃあ、もゆゆで。もゆゆ、はい、桜の方はもういいんですね、じゃあ。桜はもう無視でいいです。もゆゆ、無視。大丈夫です。もゆゆ、これ、なんですか、どういう、まゆゆから撮ったんですか。え、なんかファンの方が呼んでくれたんで、それを。あ、もゆゆって、はい、じゃあもゆゆね、はい、みわちゃんはみわちゃん。みわちゃんで。はい、わかりました。さあ、続いて。はい、ラブリーフェアリーみんなのレナリン、レナリンこと東条レナです。よろしくお願いします。何やってるんですか。ちょっと、はい、東条レナ。はい、東条レナです。東条っていうのは東の城ですか。東条桃に城で東条です。あ、桃に城で東条、はい、東条なんですか。東条レナです。あ、レナ、はい、自分でつけたんですか。自分でつけました。ね、どういう風になんか意味とかあるんですか。なんか、はい、なんかあの桃はどうしてもつけたくて、はい、っていうのはなんか桃ってつけたら、うん、なんだろう、ピンク色が好きなんですよ、はい、でどうしてもみんなへのイメージがピンクになりたいなっていうので、うん、なんか相談したら桃っていう漢字がついてれば絶対ピンクになれるんじゃないって言われたんで、うん、まず桃は入れようってなって、はい、まあ、他にもなんか漢字の全体的なバランスとか名前を言った時の音の響きとか。あ、ちょっと待ってください。その話終わったら起こしてください。はい、まあ、いろいろこだわりが長いんで。まあ、こだわりの詰まった気に入ってる名前で、はい、終わります。起きてください。終わりました。でもなんかですね、はい、もう桃もそうですけど桜もピンクってイメージですからね。なんか確かに、うん、その辺どうなんですか。でも桜は白いっすよ。え、おお、桜白い。よく見てください。すいません、うちが桜よ。すいません、ツッコむね君なんか。よく見てください。腹立つな。うん、なるほどね。はい、東条さんね、なんて呼べばいいですか。はい、レナリンって呼んでくれたら嬉しいです。はい、あなたも桃は捨てるんですね。レナリンね。はい、レナリンです。わかりました、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてはい、最後にこたつの中からアイドル、ひこもりオタクのヒーローつららです。よろしくお願いします。じゃあ、こたつの中からアイドル。はい、あなたも冬限定じゃない。あなたたち何ですか。季節限定が多いね。つららなんで、こたつ、もう夏ですよ、今。夏です。え、もうそろそろ溶けそうなんですよ、本当に。もう一回しまいなさいよ、こたつは。もう物置に。物置に、うん、いや、物置ないんですよね。ないの。はい、名前なんだっけ。つららです。つらら、はい、つららだけ。黄色つららです。黄色つらら。黄色つらら。黄色つららです。なんでその名前にしたんですか。いや、なんか、名字をつけてねって言われて、はいはいはい、こう名字すごい考えたんですよ、はい、でもなんかこうつららっていう名前がもうあるから、うん、なんかこうやっぱりこう冷たい感じにしたいなって思って、ね、ですごいずっと考えて、うん、いや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 、これ言うもんかな。いや、なんか放送禁止用語みたいな。いや、全然そんなことないんですけど。いや、なんかちょ、仮面ライダーが好きで、はいはいはい、仮面ライダーにヒーローさんっていう方が出てくるんですよ、キャラクターの名前で。いや、この人本当にかっこいいなって、絶対思ってたら。ただのオタクじゃねえかよ。だからオタクなんですよ。だからなんか言ったらこうなるなって。いや、大丈夫大丈夫。仮面ライダーのその俳優さんが好きなの。なんかもうキャラクターが好きです。本当に？本当ですよ。うん、でも本当になんかあのキャラクターの仮面ライダーがいきなり抱きついてきたらわーって言うでしょ、だって。え、でもでもライダーショーとか行きますよ。え？ライダーショーとか行きますよ。なんか行くの？行きます行きます。見たくて。本当に？こうやって見に行って。仮面ライダー好きなんだ。じゃあなんて呼べばいいですか？つららで。つららはつららなんですね。そのままで。わ、はい、かりました。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、この一応ね、この番組の MC で今、はい、みやちゃんがやってるんですけど、はい、みやちゃんが見てこの3人どうですか。このメンバーのなんか尊敬するところとかでもいいですよ、それぞれの。みんな優しいです、本当に。一人ずつ言いましょうか、いいところないと思いますけど。いや、ね、ありますよ、絶対あります、はい、やっぱり、れなちゃんはすごい頼れるお姉さんって感じ。確かにお姉さん感あるよね。雰囲気
妃も含めてお姉さんって感じがしますね、うんうん、はいはいはい、はい、で、つららちゃんもお姉ちゃんみたいに、うん、お姉さんっていうよりお姉ちゃんみたいな、お姉ちゃんお姉ちゃんばっかだな。お姉ちゃんとお姉さんにどのぐらいの差があるのかちょっとわかんない。可愛がってくれるんですよ、ね、そして、はい、もゆちゃんは、うん、なんか同級生みたいに、あ、ちょっとポンコツなところも可愛くてで同級生みたいになんか友達みたいな感じで、なるほどね、先生でいるので、みんな仲いいんですか、仲良しで遊び行ったりとか、まあ今できないか、コロナですね、うん、なるほどね、ちょっと今めっちゃ輝き隊に興味あるんですけど、まあ、どういうコンセプトのグループなんですか。私たちめっちゃ輝き隊は、うん、様々なジャンルで輝きたいと思っているさまざまなジャンルじゃん、さまざまみんなあるわけですね。あります。あります。じゃあ、つららさんはどういうところで輝きたいんですか。私は本当に歌がすごい好きなんですけど。歌うまいの。歌うまいですか。うまいです。うまい、やった。やった。で、まあ今なんかすごいいろんなことがやってみたいっていつも思ってるので、うんうんうん、YouTube とか、うん、なんか、まあ、こうやってアイドルとかもやらせてもらって、あとコスプレも好きなんで、うん、コスプレもやってて、なんか本当に私は今いろんなことがやってみたい、挑戦したいっていうので、いろんなことをやらせていただいてます。なるほどね、はい、なんかそれぞれ1個コンセプト決めた方がいいんじゃないの。何でもやりたいだとさ、この子はこれがもうめちゃめちゃ得意とかさ、この子はこれ、この子はこれみたいなさ、みんな何でもやりたいタイプでしょ。でもみんなもあるんじゃない。みんなはみんなやりたいことはあると思うんですけど、時間がもうないんですよ、うん、はいはいはい、はい、じゃあまあ最後に、じゃあ最後に誰か、じゃあ どういうジャンルで輝きたいですか。うん、もういいですか、うんはい、ありがとうございました。では告知ありましたらお願いします。飛ばされました、はいはい、明日7月11日に私の、まあ、14歳のバースデーイベントがあるので、ハッピーバースデー、メイドリーニーコラボカフェぜひ来てください。ヘブンズゲート店さんです。よろしくお願いします、うん、お願いします。以上ですか。まだ先にも8月は、うん、もゆちゃん、つららちゃんのバースデーもあって、はい、なるほど、8日が、うん、もゆちゃんのたこ焼きオフ会、はい、そして10日がつららちゃんのゲームオフ会になってます。なるほど、はい、まあ、詳しくはツイッターとかホームページでチェックしてくださいということですね。ツイッターでチェックしてみてください。はい、わかりました、ありがとうございました、はい、じゃあここで1曲、紹介したいと思います。みやちゃん、よろしくお願いします。はい、みやちゃん、お願いしますアウェイクさんで、はい、アウェイクさんで DD で GO です。どうぞ。はい、ここからは私、ミスト・オスポ2020の緑川千尋が MC を担当する特別コーナー、実はナックルズの時間です。よー、千尋、よー千尋はい、ありがとうございます。はい、はい、今日は先週に引き続き、日本の裏社会やアウトロー、サブカルチャーなどを扱う雑誌、実はナックルズの編集者、バーガー菊池さんをお招きし、ディープな世界のお話をお聞きしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、前回は、うん、あの私の大好きな刑務所に関する、ね、お話をちょっと聞かせていただいたんですけれども、はい、そうですね、喋り足んないぐらいでした、ね、本当時間が、ね、永遠に続けばっていう感じだったんですけれども、はい、今日はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。今日ちょっと3つまた用意してきまして、お薬物、薬物、はい、薬物、はいはい、裏風俗、あ、わー浅いね、好きなやつ、好きなやつ、あとはこれはちょっと好きな人が多い廃墟、あ、廃墟、廃墟いいですね。一応用意してきました、はいはいはい、さあどうしましょうか。じゃあ選んでいいですか。はい、では今日は、はい、廃墟のお話でお願いします。ちょっとおたるさん残念な顔。いや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 、おたるさんはちょっとだけ、いやだいぶだな、裏風俗ちょっと聞かなかった。まあ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 、はい、では菊池さんお願いいたします。はい、はい、廃墟っていうのはすごい人気のジャンルなんですけど。そうですよね、緑川さんもなんかちょっと
はい、お好きなあ、私も廃墟すごい興味あるんですけど、うん、はい、私の母の綾子って言うんですけど、はい、綾子がもう廃墟オタクで、はい、なんか廃墟の写真集持ってるんですよ。なるほどね。で特になんか廃病院が好きみたいです。廃病院ね、病院なんかいろいろ種類が、ね、あるんですよね、廃墟の中でも、はい、廃墟って言ってもですね、いろんな種類があるんですよ。そのなんかでかいやつからあの個人の住宅とか、うん、で病院は確かにあの人気のジャンルで、うん、なんかその要はだから手術の後とか、うん、結局なんかあの地下のなんか遺体安置所みたいなとことか、そういうなんか人が死んだ後みたいな廃墟があって、そういうのがね結構ね人気あるんですよね。やっぱちょっとパンチがあるんですよね、病院だと。そうそうそう。でうちの会社でも結構こういうあの廃墟本っていうのを何冊かあの昔出してまして、はい、バブル廃墟すごいタイトルですけれども、やっぱね廃墟はね行って楽しむパターンっていうのが結構あるんですよ。で90年代80年代かあのすごいあのお金があの潤ってた時にあの地方にいろんなでっかいテーマパークができまして、はい、謎の廃墟、ね、でそれがあの潰れちゃってそのまんま残ってるところが結構あるんですけど、そういうところにね行ってみるとなかなか楽しいっていう、こういうマニアの遊びがあるんですけどね。あれですよね、わけわかんないきらびやかな、うん、なんか銅像とかがあったりとか、謎もね、うん、で大体やっぱバブルの廃墟はダサいんですよセンスがで金に物を言わせてるから1年ぐらいでも人が来なくなっちゃってもう全部そのまま残ってるみたいなパターンが。であとあの僕がだから廃墟でおすすめなのは、うん、ですねあのやっぱ怖い廃墟ですね。怖い廃墟、それはどう怖い感じなんですか？あの廃墟って、はい、心霊スポットとイコールになってるパターンがすごい多くてですね。あ、そうですね。あの曰く付きの廃墟みたいなのがあるんですよ。だから行くと、まあ、なんか見えちゃうみたいなやつとかがあるんで、あのでちょっとこれねあのちょっとお見せしたいんですけど、長野県にある廃墟でこういうあの、え、なんかもう霧がすごいんですけどホテルセリーヌっていう長野県にある廃墟があるんですけど、はい、なんですかその霧がすごいですよ、妊婦の絵はそうあのね廃墟ってなんかそのなんか謎のメッセージが残ってたりするんですよ謎の、うん、でここの廃墟の中に入ってくる、まああの行く場合ちょっと残ってるかどうか僕今分かんないんで、うん、これあの、まあ、もし行かれる方は調べてほしいんですけど、はい、中に、まあ、こういうねいやちょっとこれちょっとラジオなんであの聞いてる方は分かんないかもしれないけど妊婦の絵とかがいっぱいこう書いてあるんですよ、はい、しかもその腹を突き刺して血が出てるみたいな、ちょっとサイコな感じの雰囲気がありますね。そこにあの電話番号とかも書いてあるんですよ、個人の名前とかだからだなんかここのラブホテルで何か事件があったんじゃないかみたいな、なんかそういうのがあるんですよね。これはラブホテルなんですね、うん、そう、うん、なるほど。でなんかその廃墟にまつわるなんかこういう危ないところにこう行ってみるっていうのが一つの楽しみ方っていうか、はい、こういうのってどうやってみんな見つけるんですか？これはですねあの廃墟マニアの今だとまあサイトが結構あって、細かい場所が Google マップでも書かれてあるみたいなところも結構あるんですよ。そうなんすね。そうあと、まあ、メジャーなところでいうとあの軍艦島とか、はい、ああいうでかいやつですね。そうですね、ああいうところはあの今国っていうかあの市とかがお金出してこうやってるんで、うんうん、でもあんま面白くないですねやっぱり。軍艦島は上陸できるところがすごい限られてるのでね、って感じですね。公的にある廃墟はあんま面白くなくて、やっぱりなんかこう個人の住宅とか、はい、あのまあこういうでかいホテルが多いんですけど、そういうなんか朽ち果てたところは結構ねそのまま残ってて、あとなんかこう暴走族のたまり場だったりとか、あのさっきみたいなあの謎のあのなんかこうなんていうのかな、個人の恨みをこうずらずら書いた怖い殺人予告とかありますよね。家の壁になんかやたらとやばいメッセージが書いてある家とか、そういうところが結構面白いんですけどね、ただまあ不法侵入になっちゃうパターンもあるので、そこは気をつけて。そう、もう誰も住んでないのに、あのね管理者がいる場合があるので、あの闇雲に中に入らない方がいいですね、まあ、外から眺めてこれはいいのかな、どうなのかなと。はいはいはい。あの有名なとこだと沖縄に中城高原ホテルっていうでっかい廃墟があって、沖縄ですか？そう全国から行ってたんです。それがね、去年取り壊されちゃったんで、まあ、廃墟はねすぐなくなっちゃうんで、まあ、見つけたらもうすぐ行ってみると。なるほど、ね、で写真に収めると、はいはいはい、こういうことですね。あるうちに行かないとですね。なんかホームレスの人が住んでたりする場合もあるって聞いたことあるんですけど、うん、
ありますね。ありますか。ホームレスの人か、はい、暴走族か、地元の暴走族か、はい、お化けか。ちょっと全部嫌ですけど。全部嫌だね。全部嫌ですね。まあ、死んでることもあるんでね。いや、それが一番怖いな。やっぱりだから死んじゃって、うん、死んじゃって結局使われなくなって廃墟になるパターンがあるじゃないですか。なるほど。だからそれが地元で心霊スポットで残っててもでっかいホテルとかになる。あ、僕はあの青森のですね、弘前に あるんですよ、山奥に。岩木山のふもとに幽霊が出るでっかいホテルの廃墟があってですね、はい、これがね、行ったんですけどめちゃくちゃ怖い。いやいや、まあ、おまけでんのに嫌だな。まあ、興味がね、地元の暴走族の人に聞いて、はい、あそこは 100% 出ると暴走族も恐れるみたいなとこですか。で、暴走族が、うん、なんていうんですか、肝試しに必ず行くんですけど、だいたい 100% 見るみたいな話が。確率が高すぎますねでも確かに奥の方に何かいた気がしましたね。本当ですか。写真撮ったんですけどちょっと写んなかったんですけど、なんか奥の、なんか3階の奥の角の方になんか変な、そこの部屋だけちょっとなんか変な感じ、ジメッとした感じがあるみたいな。え、バーガーさんは、ええ、そういうお化けとか平気なんですか。なんか、ええ、取り憑かれてなんか持ってきちゃったらどうしようとか、ええ、そういうのないんですか。あ、自分は一人だけゲラゲラ笑ってるタイプなんで全然大丈夫。全然平気なんですね。すげえなー。八王子に八王子城っていう皆殺しに、武士が皆殺しにされた城があるんですけどそこに霊能者の方と行った時に、はい、霊能者の方が具合悪くなっちゃって、はい、もう倒れたんですけど、ゲラゲラ笑いながらビデオ撮ってました。バーガーさんは平気だったんですか。クレイジーですね。おたれさんも大丈夫じゃないですか。俺も絶対です。ダメですか。もうめちゃめちゃ怖いです、お化けとか。もう今ちょっと鳥肌立ってますもん。そういうところね、彼女とあえて行ってみるみたいな。俺平気だぜみたいな、ね、そもそも彼女がいないんで。あら、そうですか、はい、そうですか。廃墟好きのアイドル結構いますよ。あ、いるんですか。多いと思いますよ。なんか最近若い女の子に結構人気だったりすると思いますよ。変わった場所、うん、そうなんですか。そうちょっと俺廃墟好きだってツイッターつぶやいてみようかな。でも、まあ、無理はね、しない方がそうですね、ビビっちゃったらどうしようもないですよね。すごいなね、廃墟の話もすごいね、うん、面白いんですけれども、確かに小樽さんがね、はい、大好きで気になってる、うんうん、あれの話もちょっと聞きたくないですか。聞きたい。何ですか。裏風俗。裏風俗ね。でもこれ喋っていいんですか。なんかラジオで、その言える範囲で、大人の常識の範囲で。あちょっとじゃあもうすげえ宣伝しちゃうけど、はい、来週の月曜日に出る本があるんですけどめちゃめちゃ宣伝じゃないですか。はいはい、あ、もう表紙がすごいですね。表紙がね、コロナで、はい、人が減ったというか、キャバクラさんとかですね、はいはいはい、お店がちょっとこう休んじゃったりとか、はいはいはい、お客さんが減っちゃったりとかしたでしょ、うんうんうん、実はその人気キャバ嬢がですね、はい、某町で夜ひっそり、まあ、立ちんぼって言うんですけど、あまずひっそり一人で立っててめちゃめちゃ可愛い子が、うん、で直接お客さんと交渉してるっていうのがあるんですよ。なぬあるんですよ、ね、なんか浅草とかにいるやつですよね。浅草スター渋いですね。なんかすごい安いおばあちゃんがいるって聞いたことあります。詳しいですね。浅草います。なんか有名な人が、はい、そうですよね。います、はい、都内だとそういうスポットが何箇所かあって、ちょっと ここでは言いませんけども、そういう人がいっぱいいるスポットがあって、夜な夜なそこに人が集まるという。で大体1万5000円ぐらいです、1万5000円でどこまで。あ、それはもうね、交渉なんですけど最後までという。え、マーガーさんは最後まで行ったことあるんですか。いやいや、それはここでは言えないですけど、まあ、これはやってますね。まあ、それはね、これやってますね。一応20年ぐらいそう調べてますライフワークで。そんな、じゃあキャバ嬢の綺麗な人とかね、もうどうしようもなくなってそうせざるを得ないみたいな。パパ活が今めちゃめちゃ流行ってるんですけど、アプリあるじゃないですか、パパ活のアプリが。パパ活って何ですか。もうお小遣いもらうだけですから、デートしたりご飯食べたりするんですけど、その発展系で、はい、まあまあちょっとそういうね、のもホテルに行ったりとか、
ね、それのもっと激しいパターンですね今喋った激しい、まあ、だいぶ激しいですよね、もう道で立って交渉するっていう、そうそうそう、サラリーマンで可愛いからまたねすぐねあのなんていうんですかねお客さんがつくので幻の立ち元と呼ばれていましたね、もうすぐいなくなっちゃうんですか、ね、あもう今だから今キャバクラが普通に営業してるからちょっと少なくなっちゃいましたよね、うん、4月とか5月ぐらいの時にちょっとちらほらいらっしゃったっていうことをリポートさせていただきました、ね、実はナックルズさんの記事でもちょっとそんな記事がありました、うん、はあ、人気キャバ嬢がね、そこで道端で客を引いてるみたいな、まさにお詳しいそうこう、はい、聞いてください、この間僕バーガーさんに、はい、実はナックルズが本もらったのに奪われたんですよ、えだって冗談の私にとか言って、だってだって私の方が多分真剣に読むと思ったんで、いやいやいや500円出して買ってくださいよそこはそうおたるさんはね買ってください、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ではねもっとねいろいろお話聞きたいんですけれども、うん、はい、そろそろお時間ということで、はい、はい、いかがでしたか小樽さん、いや、やっぱりねこの廃墟とかなかなか自分じゃ知らないじゃないですか、情報面白いですね、あそうですか、やっぱワクワクしますよね、はい、聞いてると、まあね、マニアックな趣味ですからね、でも結構ね意外と女性が好きな人多いんですよ廃墟好きって、ね、アイドルさんとかね、うん、芸能人の方も意外とね隠れた趣味、そうですよね、ぜひやってほしいなと、さとみさんはいかがでしたか、うーん、私は怖いのも無理だし、あの永遠の14歳なのでちょっとわからないことが多かったな、すごいダメな話いっぱいしちゃったけど、ブラフードの話ダメなの、いっぱい言っちゃった、はい、まあまあ危ない、ママには内緒にしてください、ではバーガー菊池さんは、はい、最後にお知らせありますか、はい、来週の月曜日ですね、はい、実はナックルズスペシャルという本が、スペシャル発売されますコンビニで、はい、ぜひもしよかったらお手に取ってください、あのグラビアの方とか、の写真もいっぱい載ってますんで、はい、もしよければぜひ今話した裏風俗も載っております、あこれは買うしか、廃墟も載っております、あらはお楽しみに、じゃあ盛りだくさんということでね、はいはい、チェックはしなければですねそうですね、ぜひぜひ、はい、はい、ということで本日は実はナックルズ編集者、うん、バーガー菊池さんにお越しいただきました、菊池さんまたぜひお越しください、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、では最後に1曲紹介したいと思います、アウェイクさんで神推しベイビーです、どうぞ、ここからはミストースポ2020のメンバーと小樽さんでお届けしますめっちゃ激推しの時間、イエーイ、あれのんちゃんはやらないんですね、あれのんちゃん聞こえてるかな、のんちゃんもやってくださいよ、はい、それでは自己紹介からいきます、はい、ミストースポ2020グランプリの緑川千尋です、はい、同じく安井真由です、はい、そして聞こえてますか、いけるか、聞こえてますか、自己紹介、自己紹介、のんちゃん自己紹介、聞こえてないって、聞こえてない、はい、じゃあ、おたるくんです、よろしくお願いします、はい、そして、通常のんちゃんが今日はね、リモートで、はい、ズームで参加、はい、ということで、はい、うん、あ、聞こえてない、全然やばい、聞こえてない、トラブってる、うん、あらら、あー、声は聞こえた、声は聞こえる、うん、音が聞こえてない、音が聞こえてないそうです、音が聞こえてないトラブルです、うん、ちょっとご対応お願いします、まあ、スタッフさんに修正しといていただきましょう、そうですね、はい、じゃあ進みましょう、はい、ね、久しぶりのラジオですね、うん、はい、はい、めっちゃテンパってますね、のんちゃんが、のんちゃんは顔がのんちゃんのめっちゃ真面目、めっちゃ真面目なんで、本番前はめちゃくちゃニコニコしてたのに、今めっちゃ焦った顔、だいぶテンパってますのんちゃん、これがね、生放送の良さですから、ある意味このハラハラ感がね、このハラハラ感がなかなかいいですね、うん、はい、そしていい、ね、はい、はい、ちょっと対応していただくという形で、はいこっちはね、聞こえてるんですけどね、うん、そう、こっちはね、うん、のんちゃん聞こえますか、のんちゃん聞こえる、あ、聞こえたって、やったのんちゃんの声は聞こえることできますか接触が悪かったんですね、あ、ですかね、はい、あ、聞こえる、聞こえた、じゃあのんちゃん自己紹介お願いします、はい、空調のんです。よろしくお願いします。お来た来た来た。はい。かわいい。かわいい。好きだよ。はい、軽い、軽い。チャラい。はい、さん、ここからはこんな企画に行きたいと思います。はい。ミスとスポ2020を振り返ろう。イエーイ。待ってました、この企画。はい、はい。冒頭でも紹介した通り、私たちはミスとスポ2020として活動しているんですけれども、うん、実は、
来年のイメージガールを決めるミス東スポ2021のオーディションが間もなく開催されるんです。ご存知でしたか？もう早いんですよ、1年が。え、これじゃあ、みんなはもうミス東スポじゃなくなっちゃうの？いや、一応2020年はミス東スポ2020として任期があって、あって活動はできるの、それで。そうですね。よかった肩書きはそのままなすぐ変えられないです。もう会えなくなっちゃうのかと思っちゃったの。早い2021なくなると思いました、今。はい、で今回は、今度のね、オーディションを少しでも多くの人に楽しんでもらうべく、昨年の私たちが参加したオーディションについて NG なしで振り返りトークをしていきたいと思います。 NG なし。はい、渡るさんどんどん突っ込んじゃってください。いいんですか？私たち勝手に話すので、はい、もう暴露します。はい、もうね、ちょっとピーって入るかもしれない、まあ、生放送だからピーは入んないんですけど自分で突っ込むというね、はい、発言に気をつけなきゃ、はい、うん、ということでね、まあ、まず最初ちょっとぬるめのやつからいこうかなと思うんですけれども、はい、まあ、そもそも3人がミスとオスポにエントリーしたきっかけはどんなかな、あ、聞きたいということなんですけれども、うん、じゃあリモートののんちゃんからちょっとお話をお願いします。私がエントリーしたきっかけは、まあ、女の子として生まれたからにはやっぱりミス〇〇の肩書きが欲しいなと思って応募しました。でオーディション直前に広告代理店で勤めてたんですけど、そこ脱サラして辞めて、で長野県の山奥にある断食道場に私1週間こもって、そこで5キロ落としてからミスとそのオーディション受けました。なんか情報量がちょっと多い、ね、聞きたいことがいっぱいあったよ。ギュッて情報が入ってますけど。え、ちょっとぽっちゃりだったんですか？じゃあそうです。やっぱり会社員ずっとジムだったのでちょっと太っちゃったので痩せてから受けました。なるほど。ちひろちゃんは？私は、レースクイーンやってたんですけど、うん、最初、うん、なんか事務所から、まあ、こういうオーディションがあるけどどうするみたいな話が来て、あ、じゃあっていう感じで、まあ、ちょっと最初はゆるく参加した感じでしたね。まゆちゃんは？私最初本当はミスフラッシュ2020のオーディションに参加してて、全然人気なくて、でもこっちのミスとスポの話聞いて、なんかファンの方たちも公営競技知ってるからこっちにちょっと移行したらっていうことで、なるほど、はい、引き続き応援してもらってって感じですね。みんなね、いろいろですね。確かに。はい、じゃあのんちゃん、はい、トークをお願いします。ごめんなさい、僕お願いします。あ、のんちゃんが受賞した後に良かったこと、変わったこととか、どんな感じですか？やっぱり一番大きかったのはそのミス東スポっていう冠をもらえたことで、仕事で自分をアピールしやすくなったっていうのがすごい大きいですよね。配信してても、あ、ミス東スポなんだってすごいこう食いつきが多くなったっていうのが結構大きいのと、あと良かったのは今ここにいる A ブロック組とすごい仲良くなれたっていうのが、確かにすごい大きくて、ここの3人は旅行にも行く、すごいね、仲がいいんですよ。結構毎日グループラインしてる。毎日 LINE してますね。そう、ほんとくだらない内容なんですけど、ね、なんか広告代理店みたいな普通の仕事からこういう芸能界入って、なんか驚いたこととかあります？驚いたこと、なんか全然違うなみたいな、一般の仕事と。驚いたことというか、やっぱり会社員やってなかったら、得られなかった試練がすごい数々あったので、ちょっとその試練をまゆちゃんちょっと語ってほしいなと思うんだけども。試練、でもなんかもうオーディション期間中の、はい、なんかエンタメ女王決定戦っていう、あ、もうあれね、なんですかそれ。いや、あれはもう一発芸大会なんですよ。そう、1人3分間何か出し物をするっていう、すごい苦手そうじゃないですか。そう、めちゃくちゃステージの上で3分間なんか面白いことやんないといけない。いや、地獄ですね。いや、もう超地獄ですよ、マジで。でチェキも売んないといけないし、そういろいろね。マジで、でも本当に今だから言えるんですけど、その裏でみんな死んでて、本当にあの時のメンタルはみんなやばかった。あのくるるぎむっちゃんはなんか裏でもガンプラ作ってたりしてしたんだけどやってたで、アンナちゃんはなんかおばきゅうになった格好のまま胃をずっと抑えてたしそうで、のんちゃんはなんかトースポの新聞でワンピースを作ってたんだけど、そうそう、で徹夜で寝てなくて、でも
座ったらワンピース崩れちゃうからずっと立ったまま待機してて、うん、ずっとこんな死んでてみんな死んでた。そう、裏の映像を撮って流してほしかったですね。そう、撮ればよかった。めちゃくちゃ面白い。とても、ね、とてもお見せできる状態じゃなかった。千尋ちゃんがもうなんか足ガタガタ震わせながら、うん、あのなんか小道具のストロングずっと飲んでた。いや、なんかアルコールを入れた方が震えが止まるかなって思って、そうそう、なんかもう緊張しいで結構手とか足が震えちゃうんで、意外ですね、緊張しいなんですか。いや、もう本当緊張しいなんですよ。本当に漫画のようにガタガタ震えてて、いや、私かなりあの中で一番ビビってたと思う、うん、あの楽屋の中で。そう、緊張して震えてたんじゃなくてアル中だから震えてた。いやいやいや、そっち。そなんかもう泣きにしもあらずみたいな。かな、本当に。まあ、これからねミストスポ2021がね始まるのでね、はい、私緑川からこれから2021ミストスポ受ける方へアドバイス。お、さすが1位ですからね。一応、まあ、まず配信がねどうしても必須になってきますよね、うん、はい、なので、うん、もうプライベートは全部捨てて、なるほど、毎日配信、うん、はいはい、もう配信を1日の、うん、もう主軸にして生活するってことが大事かなと思います、うん、なるほど。あとはもうファンの目線に立って、うん、もうどういうタレントだったら応援したくなるかとか、そう、そう、お金がね結構絡んでくるオーディションなので、うん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 、こういう子だったらお金を使ってもいいなって思えるような人になるのが、うん、みんな2人とうなずいてる。大事です、本当に、うん、本当に結局そこなんです。そうなんですよね。あとは私は SNS で、うん、毎朝と毎晩、まあ、通勤時間帯を狙って、うん、自分の写真をアップして、うん、もう皆さんの脳みそに私の顔を焼き付ける、うん、洗脳させてるんですか。洗脳毎日見てたら、はいはいはい、なんかどんなに情がなくてもちょっとね、まあ確かに、それある、そういうのがねあるのかなと思います。さすがだ。はい、まあ、そんな感じで今日は3人でいろいろ話しましたが、はい、ミストスポ2021の A ブロックのね募集がすでに始まっております。詳しくはマシェバラのホームページからご覧ください。はい、はい、そして私たちと他2名のミストースポ2020メンバーは7月11日から7月31日10時まで豪華特典をかけマシェバラにて配信を行っています。はい、配信は自由に時間や場所を決めて行うフリー配信と7月31日の8時半から10時の公式配信を予定しております。期間中1位に輝くと8月のトースポ紙面やウェブへの掲載、番組オリジナルジングル作成などの特典が授与されます。応援よろしくお願いします。はい、ということで、はい、お届けしたのはミストースポ2020緑川千尋と安井真由とクーザーマントおたるくんでした。おたるくんでした。はい、OK です、OK です。はい、はい、この後は1曲挟んで番組のエンディングです。ではまゆちゃん曲紹介お願いいたします。はい、みおさんで何度でもです。どうぞ。さあ、めっちゃゆきラジあっという間にエンディングの時間でございます。さあ、ということで今日はみおちゃん、はい、初めてのアシスタントやってみてどうでしたか。はい、いや初めての生放送のラジオで観覧もいる、うん、なんかすごい緊張してたんですけど、うん、最初でもすごい楽しくて、うん、50分ってこんな早いんだって感じにあっという間でびっくりしました。ということでですね、僕の今目の前にいる方が、はい、次回のアシスタントなんですよね。はい、はい、そうです。お名前は桜井もゆです。もゆちゃん、はい、通称もゆゆ、はい、はい、じゃあちょっと意気込みをお願いします。しっかりできるように頑張ります。いやもうアホの子のコメントじゃないですか。一生懸命頑張りますみたいな。頑張ります。いいですね。自信の方ありますか。あります。お、素晴らしい。じゃあもう楽しみにしてますんで。はい、はい、さあ、じゃあ次回の放送告知お願いします。はい、次回の放送なのですが、この番組は隔週放送です、うん、次回の生放送は再来週7月24日金曜日21時からです、うん、なお次回の放送、毎月第4週目の放送では私と同じめっちゃ輝きたい候補生の桜井もゆちゃんがアシスタント MC を務めますので、うん、よろしくお願いします。お願いします。ということで明日は生誕祭ですか。はい、そうです。はい、どこでやるんでしたっけ。
秋葉原のメイドリーミンさんで、メイドさんの格好するんですか、じゃあみんな、うん、これはね絶対ファンの人はお得ですね、はい、楽しみ、チェキ取れるんですか、チェキ取れます、これはぜひ行っていただきたいですね、ぜひ取りに来てください、はい、かりました、じゃあこれからねめっちゃ雪ラジアシスタントよろしくお願いします、お願いします、はい、ということで本日はありがとうございました、またお会いしましょう、さようなら。